タンポポチャンネルをご覧の皆さん、いつもありがとうございます。本日のメニューはピクルスです。玉ねぎとみょうがと生姜の変わり種のピクルスです。それでは材料です。お酢、砂糖、ゆかり、玉ねぎ、みょうが、生姜です。それでは早速作っていきます。まずはお砂糖をフライパンに入れていきます。そうしましたらお酢を入れます。お酢は何でも OK です。僕はリンゴ酢を使ってみました。そうしましたら、中火で沸騰するまで温めていきます。温めている間に玉ねぎをカットしていきます。今回は新玉ねぎを使います。そして切る時の注意点なんですけども、必ず芯を残してバラバラにならないようにカットしていきます。新玉ねぎは甘さが強めなので、今回のようなピクルスにはおすすめです。そして次はみょうがですね。まずは根元の部分ですね、ヘタの部分を取っていきます。そうしましたら中くらい以下の大きさのものは2分の1に縦に割っていきます。こんな感じですね。大きめのものはですね、4分の1ぐらいにカットするとちょうどいいと思います。4分の1はこんな感じですね。ちなみに今回は玉ねぎとみょうがと生姜ですけど、長ネギもですね、このピクルスには合います。ですのでぜひ試してみてください。そしてカットしたものはですね、どんどんタッパに入れていきます。ちなみにタッパの大きさは 2000cc のタッパを使ってます。そして次は生姜ですね。生姜は、形をですね整えて、そして切り口のちょっと汚れた部分は切り落として、皮を剥いて、そしてスライスしていきます。はい、こんな感じで皮を剥いたら、最初は縦に半分にカットして、平らな部分を下にして安定させてからスライスしていきます。ちなみにガリと同じような味に仕上がると思いますので、好きな方はね多めに入れるといいと思います。はい、こんな感じでタッパに並べていきます。そうしましたら次はお茶のパックを使ってゆかりを仕込んでいきます。この茶葉をですね入れたり、かつおだしとかをですね作るときにかつお節を入れたりするための袋なんですけども、この不織布のような布のようなこのパックにゆかりを詰めていきます。大さじ3杯ですね。グラムでいうと15グラムになると思います。そしたらしっかりと蓋を閉じてですね、沸騰し終わった後の火を止めたお酢の中に入れていきます。ここでちょっとね時間を置いてふやかしちゃってください。そうすると色がもう出てきますんでね。そうしましたらこのお酢をですねタッパに入れていきます。こんな感じです。もうすでにゆかりの紫色の色が出てますよね。で本当はね上まで浸かるくらいのこのお酢の量が欲しかったんですけど、ちょっと足りなかったですね。ただですね、このようにキッチンペーパーで落とし蓋のようにしていくと、そしてさらにですね先ほど刻んだお野菜たちが馴染んでいくとですね、どんどんちっちゃくなって水分が出てくるんで、そうすると上まで浸かってくると思います。はい、こんな感じですね。ちなみに一晩漬けるとどうなるかっていうのをちょっと途中経過をお見せします。はい、こんな感じです。冷蔵庫で一晩寝かせただけでこれくらい汁気が増えてくるんですね。玉ねぎが露出しているところがまだまだ全然使ってないところですけど、下の方はかなり使ってきてると思います。まだこれは一晩目なので、ちょうどいいのはですね多分3日間ぐらいつけるとちょうどいいと思います。でこのくらいまで上に液体が上がってきたら、もう落とし蓋の代わりのキッチンシートは取っちゃいますね。はい、このようにこうなじませてきてますね。ゆかりのこの赤じその色素が結構ね濃く出ますんでね。そしてこのゆかりには塩分、塩もね入ってますから、ちょうどいいんですよね、バランスが。砂糖と塩とそしてお酢、はい、このバランスがちょうどいいです。すでにこのくらいまで玉ねぎが染まってきてます。
ちょっと味見してみましょうか。これすでにこんな浅漬かりでも、あのご飯のお供とかおそうめんとかのお供にはちょうどいいんですよね。とっても美味しいです。この一晩だけでも十分美味しいですね。でもまだこれは全然使っていない状態ですので、しばらくまた漬けていきたいと思います。冷蔵庫でだいたい3日ぐらいですね。濃いめが好きな方は1週間漬けても大丈夫です。はい、それでは3日経ちましたので開けていきたいと思います。はい、こんな感じです。3日目の漬かり具合はまだまだ玉ねぎとかのですねシャキシャキ感が残った状態のピクルスになりますので、とっても歯ごたえもあって味も染みていて美味しいですよ。そしてだいたい2週間くらいはこのタッパの状態で保存ができるんですけども、玉ねぎの方はですね2週間くらいになってくると歯ごたえがですねちょっと弱くなって、その代わりその酸味というか甘みも強めに出てきますんでね、日にちが経っていくにつれてこう変化していく味を楽しむのもいいかもしれませんね。はい、盛り付けてみました。こんな感じです。色も鮮やかでとても可愛らしくていいですよね。こちらが3日目です。そしてこっちを見てください。このピンクが強いのが1週間経ったピクルスです。それではいただきます。まずは生姜からです。生姜はねお寿司屋さんのガリみたいなそんな味です。そして次はですねみょうがです。みょうがは独特の香りが美味しいですよね。もうほんとこれそうめんのお供にぴったりなんですよ。はい、こんな感じ で次は玉ねぎです。玉ねぎも新玉ねぎを使ってるんで甘さ強めでとっても美味しかったです。夏にぴったりのおかずです。唐揚げやそしてそうめんとかね、あとは冷えたビールや冷酒、そういったお供にぜひこのピクルスを使ってみてください。ということで本日も最後まで見てくれてありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録もお願いいたします。そしてタンポポチャンネルでは皆様からのリクエストもお待ちしております。ぜひコメント欄に入れてください。ではまたお会いできたら嬉しいです。